パレストロ級装甲艦とは、イタリア海軍が1860年代に、フランスより購入した装甲艦の艦級である。イタリア海軍では一等装甲上気砲艦と分類していた。1864年4月に来たるべき、ベネツィア上陸作戦のために上陸用、集艇30隻、装甲自走浮き放題、ゲレーラ級2隻、装甲砲艦2隻の整備が承認され、 この内走行砲艦2隻こそが本級である。未だ国内の工業力が未発達であったイタリアはフランスに発注した。本級は2000トン台のサイズでありながら20.3センチメートル砲4門を搭載する強力な火力を持っており、リッサ海戦では主力走行艦に混じって海戦に参加し、この戦いでパレストロは沈没したが2番艦、バレーセは 海戦で損傷をほとんど受けず、1870年のローマ侵攻作戦に参加した武分艦である。本級の基本構造は、鉄製の船体の原則に、鉄製の走行板を張った3本のバーク式、搬送用マストと1本煙突を持つ走行コルベットとして、フランスで設計、建造された。本級は、水面下に顕著に突出した昇格を持つ艦首から1番マストが、 配置されたが、ボイラー配置の缶型で一番マストのすぐ後方に一本煙突が配置されていた。船体中央部に操打環境に二番マスト、後部に三番マストを配置していた。船体側面部には 120mm 相関板が貼られた方門を持ち、船体中央部に 20.3cm 方の方門を片元2箇所ずつ、計4箇所を開けていた。 船内の方角部に 20.3cm、鉄製ライフル砲を炭素砲がで2機、20.3cm、鉄製滑空砲を炭素砲がで2機を装備していた。1886年4月に、フランス、ラセーヌメディテラネ造船所にて、千八1865年9月5日、浸水、1866年1月28日、収益、同年7月20日に、 立佐海戦にて戦没。1886年8月に、フランス、ラセーヌメディテラネ造船所にて、寄港。1865年12月23日浸水。1866年6月1日、収益。同年7月20日に、立佐海戦参加。1870年のローマ、進行作戦に参加。1886年に、病院船に類別変更。 1891年に除籍後練習官検送庫官として使用。1901年に解体処分。ありがとうございます。